ファラは第一次世界大戦中に襲撃したオーストリアハンガリー帝国海軍のヘルゴランと休憩巡洋艦の一隻である。本艦は同大戦後にフランスへの賠償艦に指定され、1920年からはフランス海軍所属となりティオンビルと改名された。本艦はイタリア海軍に対してアドリア海沿岸警備のために アドミラル・シュパウンの改良型として建造された。第一次世界大戦を生き残ったヘルゴラント級軽巡洋艦のうち、ヘルゴラントとサイダはイタリアに賠償艦として引き渡されたが、本艦のみフランスに賠償艦として引き渡され、ティオンビルと改名された。軽巡洋艦ノバラの浸水式。船体形状は波の穏やかなアドリア海での運用が主であるため、艦手の見た角田は、 水面から還元までが低い単線主導型船体となっており、巡洋艦というよりも、駆逐艦的な外艦である。アドミラル・シュパンとの外艦の違いは、船主導が延長されたことにより、環境の側面に 10cm 速射砲2機が追加されて火力が強化された点にある。艦首から主砲として 10cm 速射砲が棒立ての、ついた単装砲がで1機、司令塔を組み込んだ。 ソーダ環境と全部マストの背後に 10cm 速射砲が片言1機ずつが配置したところで選手楼は終了しその背後に4ホーム煙突が等間隔に立ち周りは関西艇置き場となっている左右の甲板から完備甲板まで片チ 10cm 速射砲を片言3機ずつを配置し軽球機を配置した 4番煙突の後部に短脚式の後部マストが立つ。53.3cm 連装魚雷発射艦3機は4番煙突の両脇に1機ずつ、計2機と5艦板の最後部に1機を配置した。本級の手法には、アドミラル・シュパウンに引き続きシコダ社で、オーストリア・ハンガリー帝国海軍向けに製造した、計11型 10cm 速射砲を採用した。この砲は後に、 自国の駆逐艦、タトラ級の手法にも採用された。その性能は、26. 2 6 2ラムの砲弾を、行角14度で1万1000メートルまで到達できる、性能であった。これを棒立てのついた、炭素砲がで旋回と不行は主に人力で行われ、方針の行角18度、深く4度で、砲がは左右に180度旋回できたが、実際は、 上部構造物により社会に制限があった。発射速度は毎分8から10発だった。他に耐水雷艇迎撃用にシュコダ製 4.7cm 速射砲1機搭載した。他に手法では手に負えない相手への対抗として 53.3cm 魚雷発射管を連装で3機を装備した。1917年5月の戦闘後に ポーラにて修理を受けている状態の本館。収益後の1915年2月に同盟国ドイツの要請でオスマントルコ軍への軍需物資を両艦アドミラル・シュパウンと共に輸送する計画を立てたが実行に移されることはなかった。この頃ドイツから輸送された U ボートの部品をポーラ海軍交渉で組み立てて2隻が収益したことによりこのうち UB-8 を本館にオスマントルコ領まで栄光させる作戦が5月2日に実行され、途中、ケファロニア島の沖合でオトラント海峡を警備するフランス海軍の哨戒の目をくぐり抜けてダーダネルス海峡の手前で U ボートを切り離し、再びポーライト戻ることに成功した。UB-8 はダーダネルス海峡を無事に抜けてコンスタンティノープルへ6日に到着して作戦は終了した。 5月23日にイタリアがオーストリア・ハンガリー帝国へ戦線復刻したため24日にオーストリア・ハンガリー艦隊の主力によるイタリア本土への艦砲射撃が実施され本艦もホルティミクローシ大佐の指揮の元駆逐艦シャルフシ制と水雷艇4隻を従えてイタリア北部のラベンナを襲撃しイタリア軍の施設を攻撃して撃破したがこの折に イタリア軍の沿岸砲台からの反撃を受けて、損傷を受けて6名の死傷者を出した。6月17日と19日に再び出撃して、アンコナからリミニにかけて、軍施設への襲撃を行った。連合軍によるオトラント海峡封鎖作戦の実施後の11月にも、本館とヘルゴラントとサイダが出撃して、連合軍の船を約12隻を沈めた。 12月5日から6日かけて、本館とヘルゴラント及び、駆逐艦4隻と水雷艇3隻で、アルバニア沿岸部にてモンテネグロへ、弾薬輸送を行っていたイタリアとギリシャの商船系3隻を撃沈した。1917年5月にオトラント関への襲撃計画が実行に移され、14日に本館とヘルゴラントとサイダはカッタロ軍港から出撃した。 15日の午前3時頃にオトラント関に到着した3隻は、次々と封鎖船を砲撃して、計14隻を撃沈内し4隻を撃破した。これに対し連合軍は、アクトン少々率いるイギリス海軍のウェーマス級、防護巡洋艦、ダートマスとブリストルに加えて、イタリア海軍の駆逐艦、アクイラを機関とする駆逐艦5隻で、南イアドリア海を北東に向けて出撃。 アルバニア沿岸部で別道のオーストリア駆逐艦2隻と接触し交戦した。その後、機関、ブリストルが水平線上の黒煙を発見、アクトン少将はこちらを優先させて、船体を反転させて、新手を迎え撃った。これが、本艦率いるホルティミクロウシュ船体であった。全速で握る本艦を6インチ砲を持つため射程に、優れるイギリス防護巡洋艦が先手を切って攻撃し、 この時に敵団が本館の環境を直撃して復調が即し、艦長のホルティも断片による列車を受けた。この砲撃により本館は燃料供給系にダメージを負ったが、両艦、サイダに栄光されて撤退に成功した。敵艦、ダートマスも無事では済まず、キロにドイツ海軍の u ボート、u c 2 5からの来撃を受けて大破し、ブリンディジまで栄光された。 この戦いの後に、本艦は、ポーラは11月まで修理を受けた。第一次世界大戦後に、本艦は、賠償艦に指定され、フランスへ引き渡されて、ティオンビルと改名されて、フランス海軍で収益した。1932年5月1日に宿泊艦に、類別変更されて、武装を撤去された。1941年に解体業者に売却されて、解体処分された。 ありがとうございます。